はい、では始めていきます。皆さんこんにちは。はい、こちらの映像は、令和4年8月に実施されました公認会計士試験、令和4年度の論文本試験の租税法、こちらの解説、講義でございます。私、レック専任講師の飯田でございます。よろしくお願いいたします。はい、まずはですね、皆さんお受験された方、お疲れ様でございました。はい、いかがでしたでしょうかね。まあ租税法に関してですね、まあ、手応えがあった方、ちょっと失敗しちゃったかなという方ですね、まあ、いろいろあるとは思うんですが、ぜひですね、皆さん少しインターバルというかですね、休憩をですね、していただいた後にですね、租税法だけではなくですね、まあ 本試験で受けた科目ですね、振り返っていただいてですね、まあ、受験当時のですね、まあ、ご自身の実力というかですね、ですね、本試験で発揮できた力とですね、ぜひですね、まあ、受験合格に達するまでのですね、まあ、目安みたいな点数とのですね、距離感みたいのをですね、ちょっと測ってもらいたいというところでですね、こちらの、ね、映像を制作、しております。はい、ですので、まあ、そうですね、まあ、合否に関わらず、まあ、公認会計士試験の場合はですね、まあ、どの科目ってわけじゃないので、総合点数、ね、総合偏差値でですね、合格が決まりますので、まあ、他の科目との兼ね合いというところもあるんですけれども、まあ、その点数によってはですね、まあ、これからですね、まあ、年内ですね、まあ、時間をかけなきゃいけないのか、それとも時間とお金をかけなきゃいけないのか、あるいはそうですね、まあ、ちょっと、ある程度ですね、合格目安よりはですね、いっているということなら次のステップに進もうかというところで判断がね、でき分かれてくると思いますので、ぜひですね、結果が出てからというよりはですね、まあ、先にそのようなですね、まあ、試験と自分との、ね、学力との距離感みたいなことがあっていただいて、中にはですね、本当に4月くらいになってからですね、この本試験ちょっと見てみてよとかね、いう方もいらっしゃいます。ただそういう方は得てしてあまり良い結果ではなんていうことがありますよね。はい、ですので、まあ、なるべく、まあ、早いうちに、ね、本試験の記憶があるうちにですね、アプローチをしていただければと思います。はい、でこちらの映像ですね、 YouTube でアップするということもございまして、令和4年度のですね、受験生ばかりでなく令和5年、あるいはですね、まあ、そうでない受験生もですね、見られている可能性もあると思いますね。で、そこでちょっとね、注意していただきたいところが、実はですね、租税法なんですけれども、こちらのね、これから、ね、ご説明する映像の中でできる条文などは、この令和4年度のね、試験ですね、令和4年1月1日現在の法令基準集、法令に基づいたものとなってますので、特に令和4年4月1日以降でですね、条文番号は変わっているものが、随分とございます。したがってこちらの映像で映しているものはですね、必ずしも皆さん令和5年とかですね、それ以後のですね、年度の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そのような条文番号が違っていたり制度の内容自体が変わっていることがございますので、こちら収録時点、令和4年8月試験実施のですね、その試験の時の法令に基づいて行っている解説しているということをですね、ご理解いただければと思います。はい、あとはですね、こちらはですね、一応期限があると思うんですが、まあ、レジュメみたいなものは、回答解説中みたいなものを、まあ、配布すると、いうことでございますが、ちょっとまだその時のページ数がまだ固まってないようなんですね。で、こちらの、ね、映像でお知らせするですね、まあ、仮の、まあ、ページ数っていうんですかね、まあ、仮のその PDF もなんか配布するような、言葉で会計士課とお話ししている中でございましたので、とりあえずですね、最後に配られる合本したですね、他の科目と一緒にした、冊子のページ数とは限りませんので、この映像ね、公開するときにちょっとですね、公開する PDF、 こちらの、ね、ページ数だと思っていただければと思います。はい、よろしいでしょうかね。
はい、でですね、お話についてはですね、まあ、一応簡単に総評をさせていただいて、理論の回答解説、計算の回答解説をしまして、最後にですね、まあ、本試験予想というイベントをですね、実は、令和4年の7月に実施しておりまして、まあ、その答え合わせというところでございますね。よろしくお願いいたします。はい、で、ですね、説明の方はですね、まあ、画面の方のですね、まあ、パワーポイント作ってまいりましたので、そちらをご覧いただきながら、もし手元にですね、回答とか解説が ございましたら、そちらをご参照ください。はい、まず総評でございますね。はい、皆さん気になさっていらっしゃいます偏差値52の目安総合争点というのは、まあ、41点から 43.5 前後じゃないかという形で私は、まあ、予測をしている、状況ですね。まあ、他の学校さんより少し点数若干低いかなと思いますけども、ほぼほぼ一緒かな、でこれから申し上げるところもほぼほぼ一緒かなとは思います。はい、で理論についてなんですが、まあ、こちらの文章ですね、はい、こちらは、回答解説のところのですね、一番表紙のページに書いてあるものの文章そのままでございます。理論としてはやや軟化したかなというところでございますね。偏差値52の争点目安としては、まあ、16点から17点ぐらいじゃないか、まあ、例年よりもちょっと取れてないかなという印象がありますかね。はい、でちょっと読んでいきます。令和4年の理論問題は、問題1が4行の記述問題4題、問題2が正誤問題5題の構成で、法人税から5題、所得税から2題、消費税から2題という出題となりました。一応バランスは取っていて、でも出題されてないという税目はございませんでした。ただ内容を見てみますと、思考例の知識、あるいはですね、実務的な論点ですね。はい、国税庁ホームページにはですね、質疑応答集、あるいはタックスアンサーという、ね、いうもので、納税者の方に情報を提供しているものがございます。まあ、Q&A とか質疑応答とかいうものもございますね。はい、質疑応答は、ダブってしまいました。すいません。はい、で、こういうものがベースになっている問題、あるいはね、専門学校で取り扱ってないような学習項目もありました。はい、回答が難しかったと、思います。そのため、こういう場合の試験はですね、やはり試験の常道、でございますね。簡単な問題、できる問題から解いていくというものです。はい、ですので、まあ、合計4題5題の9題ございますが、うち3題は A ランクの問題ですね。さほど難易度が高くない問題ですね。ここではですね、精度が高い回答が要求されるということになりますね。ただしですね、論述で私が B- とつけたものが2題ありまして、であとは正誤でもですね、まあ、B ランク、まあ、3台があります。まあ、これにですね、どう対処したか、現場で粘ってね、いただいて、少しでもですね、点数稼いでくれてたらなと思うところです。はい、で、どれもですね、覚えていたか、知っていたか知っていないかといったら、必ずしもそうでないところもあると思います。ただですね、あ、ごめんなさい、失礼しました。税務の常識的な考えを踏まえれば、部分点が取れる可能性があるという余地がある問題だと思いますね。で、てしてですね、まあ、短編級にですね、分かりやすい論点にね、飛びついてしまうという受講生、日頃からですね、多いなと感じておりますが、まあ、真摯に腹を据えてですね、まあ、租税法に向かい合っていたかどうかというのがですね、試されたというところになりますかね。はい、難しい問題は仕方がございません。はい、こう答えられるところですね、どこにあったかというところですね、それが救い取れたかというところです。はい、で、問題1理論の記述問題と問題2が正誤問題ということですが、はい、まあ、1番4番は法人税所得消費税の問題ですが、ここは A ランクの問題ですので、しっかりともう精度高く書いてもらいたいというところです。これレックの、まあ、論文グレードアップ討論というものを実施していますが、そこでも触れているようなある意味典型的な問題です。はい、ただですね、2番3番問2問3というのは、あれちょっと、聞きかじったことはひょっとしたらあるかもしれないけれどもという問題、その程度でしたね。どういう結論だっけっていうところでしたね。条文もちょっと見つけづらい、まあ問3とかね、ないものございました。
でですね、ここはですね、なんとか耐えてほしいというところになります。で、まあ、全く取れないというものではなくてですね、ネバネバですね、2点ぐらいは取れるようなところがあるんじゃないか。まあ、これを解説の中でお話をしておきます。はい、そうすると回答可能性としてはね、20点ある時点はですね、まあ、14点ぐらいは回答の正答の可能性があるでしょうと。だからそのうちの、まあ、補正7割として9点から10点ぐらい、まあ、そのぐらいの点数を取っていただければ、で、遅れは取れない点数52、52の目安というものになると考えてます。はい、では問題2、正誤問題、5問出ました。こちらはですね、ちょっとまあ聞き慣れない、特にですね、会計士ね、学生さんあるいは生徒さんの受験生が多いので、なかなかマンション持ってる方だと普通の話なんですが、まあね、そういうところに触れてない方、社会に出てらっしゃらない方っていう人についてはちょっと D ということでしょうね。はい、だから社会に出てる方、マンション持ってる方の、ね、受験生という方もいらっしゃるかもしれません。はい、そういう方はもうサービス問題になったかもしれませんね。うん、ですけど、まあ、一応ランクとしては D としておきましょう。で、外国人先生、これはしっかり書いていただきたいところ。で、ここが合否が分けそうなところは、丸3、丸4、丸5なんですね。で、丸3、丸4、丸5、まず結論は間違いないでもらって、そこで、理由をなるべくもう寄せてもらいたいというところになりますね。で、丸三番についてはですね、ただまあこれ聞き方ですよね。事前確定届出と給与出ていない、届出給与に関する届出は出ていないんだから、まあ定期同額給与等以外の給与で損給不算入なんだろうというところは言えそう。だけどなんか前提条件あるのかなというふうにね。考えちゃうような話ですね。まあ、こちらは上等制限付き株式の対価費用について事前確定届出給与を要する場合があるんだけど、それに当てはまっ要する場合と要しない場合があるんですけども、それが当てはまってるか当てはまってないかというお話です。ですけどもこれね、実はね、施行令に書いてある話なんですね。で、この人格ない社団、まあ、マンション管理組合の、ね、取材ですけど、これも施行令に実はちょっと若干関わる話が出てくる。もしですね、行数無制限で何か記述しなさいということになるならば、施行令の指摘をしつつ答えるというところなんですが、皆さんね、法令基準集、法人税制本法、あるいはですね、法人所得税消費税の本法しか記載されておりませんので、政令は知識で書くということになりますので、若干厳しいかなというところにはなりますね。で、それらしきこと実は、レックのテキストだと右ページ側に書いてあって、実はもう本当申し訳ないんですけども、令和5年の新しいテキストには盛り込もうといって入れてたところなんですね。1年ちょっと遅かったかなというところですが、レックの右ページ側の、そうですね、詳細な説明のところには、ね、書いてある。あとはですね、よいしょ、もう一個言っておくと、国税庁の質疑応答事例あるいはたくさん差で書いてあるという問題、実はこういうところだったんですね。はい、ですからまあちょっとね、まあ今回試験員がね、差に変わってるというところもありますけど、まあ理論の方はね、学者先生だとは思います。ただまあこういうところですかね。まあね、どうもね、会計士受験生っていうのはある程度受ける方の典型的な、ね、まあ、学生受験生って方が多い形になってますので、まあ少しちょっとね、実務的というか学生さんというね、世界から一歩踏み出した世界では、こういうところってね、よく見たりしてるんですよとかいうところ聞きたかったんでしょうかね。ちょっとね、真意は分かりません。はい、あとはね、この方の被災事業資産のね、ところとかは、これは本来は A にしたいところなんですね。ここに、公開模試でもですね、取り上げたり、平成26年の本試験で取り上げたりしている論点です。ただ、あまり正答率、それほど高くなかったですね。60% 切っていたような問題ですから、まあ、ただ、ちょっとこれも、ね、点数化してもらいたいというところですかね。で、事業廃止した場合のみなし税と消費税の話です。で、これもですね、聞き方ですよね。こう聞かれちゃったら課税されるんじゃないの、課税表示含めるんじゃないのというようなセンサーが働く方が多いとは思います。で、そういうところで、まあ、直接の知識がなくてもですね、まあ、それを支えている、まあ、答案に反映されない知識、そういうものの常識っていうのかな、こうやったらこういう考え方になるよねっていうのが試験会場で助けに
になったということの試験かなかもしれませんね。はい、とりあえずこのね3番4番5番ができ、不出来で変わってくるんじゃないかなと思います。ですから結論をまず間違えない、それで粘って点数ちょっと取っていきたい、素点では7点欲しいところというところです。となるとまあ16点から17点ぐらいにな点数がですね理論では欲しいところになります。はい、あとです理論です、理論じゃない、ごめんなさい、ごめんなさい、ここ理論って書いてある、計算です、失礼いたしました。はい、ですね、これはパワーポイントだけのミスですので、皆さんのお手元にね、配布される回答解説度とかで載っておりますね。はい、で、こちら計算ではですね、25点から26点ぐらいなんじゃないかなと考えています。いつもよりはちょっと点数取れるという感覚があるんじゃないかなと思います。はい、で、計算は前年と同じく回答欄が60箇所の問題でしたね。はい、前々においては60箇所60点の問題でした。はい、まず法人税。はい、前年はもともと回答箇所が30箇所あった問題を20箇所に解体したようなね、印象を受けるような試験でしたよね。ただ今回の試験はですね、まあ最初からですね、まあ、20箇所で問題作ってくださいっていうオーダーに対して20箇所で作ったよっていうような作文だから、まあ、シンプルに聞いてきてるような印象、問題数が少ないというふうに見た方もいらっしゃる。問題数というかね、回答しなきゃいけない項目数というかですね、そういうものが少なかったと感じたかもしれません。だからまあ分量的には減った、実際にまあページ数自体も少なかったようなところというところになりますね。またですね、内容自体の計算問題もですね、まあ数字の転記あるいは即答ができるタイプ、パッパとできる問題ね、即答できる問題と会社仕分けが示されているという問題が多くありまして、それと税務仕分けの違いを意識させるような丁寧に考えさせるタイプの問題、これにはっきり分かれていたかなという印象です。ですので、まあ、全部の問題はパッパかパッパか取っておいてもいいんだけれども、仕分けが示されていて、あ、これ否認かなってやっていこうと思ったんだけど、あれ漏れがないかな、他に調整項目ないかなというふうに一旦もう立ち止まってしまうような、ね、そういう問題が多かったかなと思います。で、受け取り配当ね、表面的には出てないんですけどもね、みなし配当で出てますので出てますよね。所得税額控除も仮払い税金になっていて、で、みなしですから、まあ、期間アップないということで、ね、仮払いの認定損と所得税額控除加算ね、控除所得税額加算というところでプラマイゼロだったから影響がないんですが、まあ、ストレートでは聞いてないんだけど、まあ、一応ね、一応まあ、考慮はしている試験だということですね。で、交際費の取材も、ね、なかったところでありますが、まあ、こういう状況で落ち着いて点数を稼いでもらいたいというところですね。で、それでまあいつもだと法人税が比較的前年より優しい場合、法人税やりすぎちゃって所得と消費が手につかなかったっていう、ね、年度もございました。で、ただ計算の場合、理論で対問が一つ、ね、計算で対問が一つという形になってますので、所得や消費がねちょっと悪くても、ね、法人税がね点数良ければ跳ねればですね、まあさほど影響がない、ね、対問でゼロね、点ゼロということはありませんので助かるんだという形あるんですけども、今回所得消費もちょっとね簡単を超えたシンプルさというかですね、うん、これだったらひょっとしたらまあちょっとね、前年もちょっと申し上げたところではありますけれども、前傾でやっているですね、税務会計決定ありますよね、あれの問題ですね、回答欄いうね、センター試験、まあ、今何試験だっけ共通試験ですかね、あれの数学の問題みたいに前傾のね素材の問題というのは誘導なんですね。1問解いた答えを2番でやって、2番で答えたら3番でやって、3番で言った答えをこうやって答えを誘導しているような形式でしたよね、数学の問題ね、センター試験とかね。で、前傾の問題もそうなんですよね、回答用紙がね。ただこれね、回答用紙をこうもう伏せちゃって、じゃあ白紙でこの問題解いてくださいよって言われたら、多分会計士のも消費所得とは一緒ぐらいになっちゃうんじゃないかなというところですね。ただこれはやはり意識的に今試験員の方々がコントロールしているんじゃないかなと思います。うん、だからもう他のちょっとね税
税関係の試験と比べて、そのあたりですね、試験が変わったらなんかへんてこりな問題が出てきたということが割と少ないんですよ、会計士のね。で、あんまり難しいことは聞かないよっていうね、意図がまあ伝わっております。これはまあ受験生の立場で見れば難しいかもしれませんけど、出して側だとですね、こんなこと聞きたいな、あんなこと聞きたいなっていうのを抑制してですね、割とまあ難易度をですね、ちょっと高くならないようにしているということを説明します。で、それがもう顕著に出た試験で、ある意味バランスよくここからもね、聖徳消費からも点数を拾っていかないといけないのかなというところなので、ちょっとね、まあ法人だけ跳ねたっていうとかですね、所得消費がゼロだったというパターンの年ではないのかな、計算に時間をかけず淡々と点数を積み重ねているような、そういうふうな、印象を持っている試験でしたね。で、格論はずっといきますが、まあ、即答できるのはこの外国通貨とか棚卸し、あるいは貸し倒れ引き当て金とか、パッパッ、これはもう本当に即答できちゃうような感じですね。パッパッと解いてくださいというところで、ちょっと、税務仕分けを意識すればというところはですね、有価証券のところとかそういうところですかね。はい。で、ちょっとレックでは未学習項目なのね、売買目的、有価証券の区分変更とみなし名前書状とかあって、期末のね、換算外がありますけども、これは結局期末の換算外すれば、ね、数字は合ってしまうということはあると思うので、シートはしてますけれども、実はね、分かってなくても点数が入ってきている人いたかもしれません。はい。減価償却についてもですね、グレ等で累定出してますけれども、やはり7割前後の正当を示しているもの、ね、で、ちょっとね、資産除去債務についてはですね、去年一昨年はちょっとグレ等で取り上げたので、今年ちょっとで取り上げなかったというところでございますがね、ただまあ全然少し、資産除去債務については、まあ、税務では認めないよというところをお話していますので、ちょっとね、そこをちょっと頭の片隅にあったかどうかというところでございます。はい。あとはですね、ここでもパッパと取れそうなものがあります。法人税と調整額累代ございました、というか令和3年のね、そのまま出したんですけども、まあ、9割近くができているような問題ですかね。欠損金だってすぐかけちゃうというところ、グレート9回目で8割ぐらいね、累代でありましたというところですね。ただね、この中で難しそうというか、まあ、仕分けが各問題、ね、前期の修正と役員退職金のところですが、これは一応シート付しましたが、これ考えすぎちゃうと、ね、建物の消費税のみなし譲渡ってどうなってんのかなって考えちゃうと、ちょっとかわいそうなことになったということですね。私はですね、これ、このやるときに建物の消費税どうするの、借り受け消費税入れてないけれど、あれ、でも一応これ税務経理だよねって思った方、センスあると思います。で、間違っちゃったとしても、別にまあそれはね、しょうがないかなというところにはなりますね。何にも知らない人の方がスルーしちゃったという問題です。だからこれに時間かけちゃった人の方がちょっとね、それがかわいそうかなというところではございました。はい。で、租税効果もね、7割ぐらいみんな取ってくるというところで、あんまり落とせるとこないんじゃないのというところになります。で、所得税ですね、退職所得ですね、予想会でちょっとだけ増えた特定役員のところやっぱり出ましたが、まあもともと正当率がまあ低いタイプの問題でしたからね、ちょっとそれでレックが教えているちょっと計算パターンと違うパターンっていうかな、ちょっと違う想定の話が出てきたので、ちょっとそれかなと。だからまあここはいいとしても、まあ他のところですね、 B とか伏してますが、正直言って A としてもいいかなとは思います。受験ですね、まあ皆さん会計士の受験生ですから、まあお時間としても300時間とか400時間しか投下していませんから、それくらいの勉強量だったらまあ仕方ないかなとは思います。はい。で、思いでやればできるんだけどって言って放置している論点、所得控除、案外ね、皆さんバカにして点数勉強してないのか、点数があんまりレックの場合は5割ぐらいなんじゃないかなとは思ってますね。やればできる問題なのにねとは思ってますけどね。だけど本試験でもその傾向は変わらないまま、まあちょっと私も 2,3 年しかちょっと関わっておりませんが、そういう傾向があるんじゃないかなと思います。はい。で、消費税もね、去年みたいにちょっとね、設定が読みづらいというものではありませんでした。このね、集計値であるですね、課税仕入れ等にかかる合計額をシートはしていますが、まあ、全部あっちゃう人いる
じゃないですかね、これね。あの消費税が得意な方は有利、高得点が狙えるというところです。はい。ただまあ計算どうでしょうかというところです。期待値でちょっと A ランク B ランク C ランクというところで A ランクに区分したものの正当可能性8割 B ランク5割という期待値を出してみますと A ランク B ランク C ランク40問のうち21問で半分が A、 B が15問で C が4ということになると、まあ、素点の獲得ね、正答獲得期待値としては 16.8 の 7.5 だから24問ぐらいはできているんじゃないかな。法人税ね、皆さんの感触だったらもうちょっといいかなと思うかもしれませんけれども、じゃあどうでしょうかってところですね。だったけど所得とか消費は案外取れなきゃいけない年だったんじゃないかなとは思います。でまあちょっとアローアンスを入れて7割としても17問ということですね。これがですね、全て 1.5 としたり法人を2としたりね、その1点してもさほど変わるものじゃありません。やはり24、25が欲しいところかなとは思います。ちょっとそうですね、ちょっとこの計算式ちょっとあれかもしれないですけどね、まあ26までもねちょっと取れからどうかなというところですかね。まあというわけで、まあ理論としては16点から17点、あとは20計算の方がですね24、5というところになれば41から43、まあ45ちょっと行くか行かないんじゃないかなと思ってます。まあ割と皆さんね、自己肯定感が強いって言っちゃ失礼かもしれませんけどね、ちょっと割と高い点数報告するケースが多いということですので、まあ実際のところどうでしょうかね。まあこれくらいじゃないかなと思います。はい、ではですね、ちょっと内容の解説、いってみたいと思います。まず理論から、はい、いきましょう。問題1ですね。はい、で先ほどです行きましたが、記述問題からお話ししていきます。まあ問1が A ランクで、問3は耐えてもらいたいという問題、問題4がですね貸し倒れ消費税、まあ、鉄板の問題 A ランクというところでございますね。はい、でまずですね、この問1から問4の問題、共通の問題の設定を見ていきます。はい、会社はですね、 A 社という会社、車両の製造の販売業、はい、資本金が10億円という話で、あと B 社という会社が登場してまいります。はい、工作機械製造業、資本金5億円で、どちらの会社も内国法人株式会社で3月決算法人でした。はい、で A 社と B 社の間はですね、長年の取引関係でありました。支配関係がなしと言っているので、ちょっと保有している可能性もあるし、そうでないかもしれないし、そこは明らかにされておりません。はい、で A 社はですね、消費税の情報が記されておりました。課税事業者で原則であるということですね。簡易課税を選択していないというところ。はい、R3 年、令和3年のですね、課税期間における課税売上高が50億円を超えている、50億円超というのが正確ですかね、超えているというところです。はい、では問題1問いきましょう。はい、でその前提で問題文、令和2事業年度において A 社は台風による工作機械の損壊や、新製品の開発の失敗により資金繰りが苦しくなったため、 B 社において支援を始めました。 B 社は A 社の支援に求めに応じ、令和3年4月9日に A 社に対して重機1台時価600万円を無償で譲渡しました。はい、で問題です。事実1の B 社から A 社に対する重機の無償による譲渡にした収益の額は、法人税法上どのように取り扱われるか、根拠条文を示しつつ述べなさいです。で B 社が令和3年4月9日に A 社に対して無償で譲渡した時価は600万円だよってところです。この取り扱いですね、一応ですね、まあ、取引の全体を言うと、まあ、収益の額としては時価が立ちますよ。で原価の額、法人税法22条第3項第1項で原価が入ります。でここですね、未収の部分はですね、これはそのままなんかお金払わないということであるならば、寄付金という取り扱いになりますね。寄付金の額の定義に1137-4ということで、時価の対価と差額、まあもっと言うと4じゃなくて7ですね、7項37条何やな項、それで定額譲渡について第8項を言及しています。したけれどもうここで問われているのは収益の額ですね。ここ中心に赤いところ中心に答えていきます。回答解説の8ページのところ、はい、で取扱い3点条文2点という見立てでいけば、はい、まずまあ
随分各欄がいっぱいあるというところなので、まあ、収益計上時期書いていきましょうということで、令和3事業年度10業引き渡した日であるよというところですね。わざわざ、まあ、事業年度始まった時にのね、日付になってますので、ちょっとねやっぱり言及した方がいいかなと思います。年度も言及してほしいところ。はい、あとは益金参入額は時価の600万円を益金参入ですね、金額の言及も欲しいところになります。はい、でこちら22条の2の第1項第4項だけでなく22条の第2項も書いてほしいところ。指摘がね一つね漏れがあったら一つ原因点するような感じじゃないかなと思います。はい、したがって、はい、一応典型、まあ、ちょっと模範回答というかですね、関としては、まあ、A ランクというところで、まあ、大体皆さん30字ぐらいで1行書くとしても120字前後、ちょっとオーバーしてもいいと思いますが、それぐらいに収まってればいいと。ね、B 社から A 社に対する住居を無償により譲渡を受けた収益の額、まあ、これは問題文のオウム返しです。これについて、まあ、住居を引き渡した日、令和3年4月9日の属する B 社の令和3事業年度ですね、はい、計上時期書いていきましょう、ね、で年度も言及したい、ここで1点。はい、で時価ですね、はい、決他とは益金を参入するという結論で2点というところでしょうね。こっちの方が重きがあると思います。はい、で条文についてはですね、まとめて2点とさせていきます。本当はね一個一個に対応するような書きぶりがまあいいでしょうというところなんですが、ちょっとね書きそれが書きづらいところでした。一つのねちょっと落としたら、限定されるようなイメージ。はい、でここはですね精度が高いですね、ものを書いていただきたいというところです。はい、では次に問い2のところ行きましょう。はい、令和3年5月25日に A 社は B 社との間で B 社を受託者とする信託契約を締結しました。はい、ここをちょっとマークしていきましょう。同日当該信託契約に基づき A 社の保有する土地建物を B 社に移転しました。なおこの信託は受益者を、受益権を表示する証券を発行する旨の、定めがある信託です。この赤字のところが注意点です。はい、でこの事実丸に、ね、A 社と B 社との間で締結された、ここですね、信託契約に基づく信託財産に規制られる収益及び費用、何言ってんのって思ったかもしれませんね。はい、ただ続けていきます。法人税法どのよう、法人税法上どのように取り扱いか根拠条文を示しつつ、述べなさいというところです。はい、でいきなりちょっとね答えですね、まあ行きたいところですが、信託の全景をちょっとね、全体の景色を見ておきましょう。はい、信託というのは委託者があって受託者があって受益者があるという形です。法形式的には委託者が、受託者に、まあ、財産を移していくんですが、税金上は、まあ、受益者が納税義務になるよというのは原則であります、ただ、まあ、A 社と B 社という会社ですね、この本文ではですね、ここで土地建物を入れていくんですけども、ただこの受託者を納税義務者とするものがあるんですね。はい、それを法人課税信託と言います。でこの問題ではですね、これ一番最後のところですね、受益権の表示する証券を発行するというものなので、受益証券発行信託に当たるというところで判断するならば法人課税信託になると。でこの問われている信託財産に規制られる収益及び費用は、これ条文そのまま書いてある。それぞれ別の社とみなされ、各別それぞれ帰属するものとする。はい、これ条文のね、4条、の6のですね、そのままの表現になっております。はい、でここをですね噛み砕いて、説明しようとすることはしないで結構です。採点する側は専門家の方です。で皆さんは資料という専門家になりたいための試験なので、専門家がね、クライアントの人に優しい言葉で説明しなさいというシチュエーションじゃないんですね。専門家同士で話すときにまどろっこしいことを言わないで、正確な用語で漏れなく伝えられる表現、それが法律文の文章ですから、それを書いていただければ結構。はい、で法人課税信託の条文が、ね、第2項2条にありましてというところですね。じゃあもうちょっといきますね。受益証券発行信託、法人課税信託といいますが、まあ、法人課税信託というのが法人税法2条に規定されている。でこれは受託者に対して法人課税されるものなんですが、全部で5タイプあります。はい、で受益証券発行信託、これが、ね、該当するんですね。まあ一般的には受益者がいない信託とか想像しやすいんですけどね。これなんでかっていう
と、これですね、現在の信託法ではですね、まあ、昔はですね、この証券出すのっていうのは貸付信託や投資信託、特定目的資産が限られていたんですが、現在では、ね、一般的にですね、受益証券、ね、というのを出すことができるんですね。これは割合の単位に細分化されて流通することを想定しています。そうすると、信託税制の、まあ、原則的な立ち位置ですね、受益者が信託に属する資産を負債を有すると満たすのは実態には合ってないでしょうということで、ね、受託者に法人税を課税するという位置づけになっているんですね。じゃあこれ条文でそんなこと書いてあった？問題文の信託財産に規制られる収益及びっていうのはどこに書いてあるかっていうと、この条文なんですね。法人税法4条の6、一応対、ね、込み出し、法人課税信託の受託者に関する云々とあります。法人課税信託という言葉を手繰り寄せられればここ、ね、見つけられた方いたかとは思います。でなおですね、この条文ね、令和4年4月1日以降では条文番号変わってます。4条の2になっているということです。はい、ね、試験ではですね、4条の6というところになっておりますというところですね。で、どこに書いてあるかというと、ここですね。はい、ここ、法人課税信託の信託資産等の括弧分けで言ってですね、信託財産の資産、負債、収益、費用っていうことを言っているんですね。で、この法人課税信託の信託資産等と公有資産等はそれぞれ別の社とみなしてこの法律の規定を適用する。さらに第2項は信託資産等と固定資産等は格別でそれぞれに帰属するんだよっていう言い方してるんですね。ですからこの信託財産に規制られた収益費用というのは、ね、条文上の言葉では信託資産等ということになるってことですね。じゃあこれ何かっていうのがですね、解説の10ページにございます。はい、受託者で、ね、法人課税資産とか受託者に課税されるんですね。ただね、受託者がまあ固有に持っている資産と信託資産がですね、預けられたものっていうのがありますと。ね、これをですね、仮に固有資産、信託財産 A、信託資産 B としましょう。この時に格別にそれぞれ帰属するということで、これ信託資産ごとに受託法人、あたかも法人ですよという形とみなして信託財産 A、信託財産 B というね、それぞれで申告することになります。ですので、実務的にはですね、法人課税信託の受託者になった時点でそのなった旨の届書を出します。で、実際の申告書はね、普通だと法人の名前書いて終わり、称号書いて終わりなんだけれども、法人名書いて受託法人者ですね、さらに信託名書くんですね。信託財産 A としたり、まあ、どうだろうな、まあ、匿名組合であったりとか投資有限責任組合だと1号2号とかね、つけて、まあ、皆さんパスする事業体っていうものをね、やっぱりそうですね、会計士の方とか預かることね、多いかもしれ、その道に進む方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、そういう人は、まあ、こういうことに携わる可能性があるということですね。こういうことを言っているというわけなんです。よろしいですか？だから、まあ、信託さで、こういう資産、信託 A、信託 B って言われて、この信託 A、信託 B というのはもう申告の単位、受託法人という形になっているということなんですね。ですので、これに属する収益費用というのはそれぞれ各人の別で、こういう資産とも他の信託財産とも区別して別々に帰属するものと考えますということなんですね。だからこういう財産にある費用を、ね、こっちの信託財産 A の費用になんかできないということだそうですね。はい、ではこれ回答で書くとどうなるか、まあこれ C ランクだからあまり書けなくて良いんですが、これを120字で書くのも大変でしたね。まず論法としては、まず定義重と取り扱いという話にしましょう。本文の信託は受益証券発行信託であることから法人課税信託に該当する。でこれで1点で、法人課税信託、あ、法人課税で法人税法2条のですね、ここはですね1個省略して構いません、1個しかございませんのでね、29条の2や29号の2ですよということで、これで1点ですかね。まずここを法人課税信託だと言えることということですね。はい、でここからはね、法人、ですね、言い回しとしてはこれ上、ここの問題文の言い方、
はい、信託財産に規制られる収益及び費用、括弧信託資産等と書いちゃいます。で、信託資産等に書いてあるものそれぞれ書いちゃう。それぞれの別の社とみなされ、格別の社にそれぞれ帰属するものとする。はい、これが2点。で、4条の6の第1項第2項で1点。ということで5点振られたとするならば、満点はちょっと期待できないかなというところですが、せめて赤いところは2点は正当可能性があるかな、粘って法人課税信託ですよというところは言っておきたいところになりますね。で、ここをですね、違約すると本当はね、法律の試験じゃやっちゃいけないよってことですからね。まあ4行で書くような試験だから仕方ないんだけれども、別にこの条文の表現そのままで私はいいと思います。よろしいでしょうかね。回答採点する人プロですからね。はい、で問3番ですね。こちら、 A 社の顧客である P 居住者は令和2年11月に A 社から自動車を購入しました。 P 社は令和3年、6月16日に、はい、私力を喪失して債務を弁済することが著しく困難となったため、 A 社から当該自動車の購入にかかる債務残高全額500万円について債務の免除を受けました。はい、 P は給与所得のみを有する個人であります。はい、で問題、問い3、事実3の債務の免除について P において所得税法上どのように取り扱いか租税根拠条文を示してください。これ条文ね、見つけるの大変だったかと思います。レックでもね、触れなかったんですね。はい、でここではまずですね、取り扱い3点条文2点という立て付けで言えば、まずですね、なんでこれ書くかって後でちょっと最後説明しますけど、一時所得に該当すべき債務免除を受けたというところ、一時所得該当性で1点で、私力を喪失で債務を弁済することが困難であったのも免除であるため、その免除額500万円は総収入金額に参入しない。これで理由金額の言及結論で2点。はい、でこちらの一時所得所得税法34条で1点、44条の2第1項で1点というところになります。はい、よろしいでしょうかね。この44条の2というのが見つかったかなというところですね。はい、であと回答解説11ページに行きます。はい、で総収入金額に参入すべき金額の論点であるというのは間違いございません。原則はですね、その年において収入すべき金額というところですね。権利確定主義プラス管理支配主義の考え方というところです。で例外がありまして、別段の定め、これが44条の2なんですね。これ平成26年の税制改正、昔通達にあったものだったんですね。ごめんなさい、ちょっと失礼して。で太字読みます。視力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合 でその有する債務を免除受けた時はですね、その免除益は総収入金額に参入しない、この別段の定めの取り扱いになるんですね。本当は収入すべき金額なんですよ。だけど視力を喪失して債務を弁済することができないというところ、単税力とか見て債務免除参入参入しないということでやってます。だけどというところなんですね。これ解説11ページのところにありがきあります。実はですね、これ44条の2項になるんですが、業務上の債務だと話が違うんです。これ第44条の2の第2項に書いてある、これ総収入金額に参入しないと言っているこの例外規定、1項を適用しないで、損金参入するって言ってるんですね。でこれちょっと読んでるとわからないので、わかりづらいのでごめんなさい。で次のページで説明したいと思うんですけども、ここに一時所得がないということを頭の片隅に置いておいてください。はい、でですね、実は事業にかかる債務の場合ですね、あ、業務にかかる場合債務の方がいいかな。はい、実はですね、まあここ事業の損失と繰越控除、純損失の繰越控除、これのマイナスで債務免除はカバーできていて、課税されなかったら原則のままで、損金参入し、益金参入しますよって言っているのが44条2なんです。で事業による損失300万円マイナスだとしていて、でこれがですね、債務免除の事業所参入する前計算し、せずに計算した金額としてください。で事例2つ出します。でここでまずね、債務免除は700あったとしましょう。でこれね、700を考慮しない金額がですね、マイナス300で、繰越の損失が700あったっていう時はですね、これ足した1000で700の債務免除を超えてるわけだから、これ損金さん、あ、益金参入、益金じゃない、ごめんなさい、総収入金額に参入しても課税されないですよね。ですからこの場合は、この第1項はね、適用せずに総収入金額に
参入します。事業所得だったり不動産所得だったり参入所得だったり、まあ、雑所得も入ります。はい、で次のパターンですね。このパターン、はい、損失の金額が300万円、まあ、共通の設定としておいて、ここで繰り越しの純損失の、ね、金額が400だとして700で、債務免除が1000だったとしたらオーバーしちゃうんです。で、事業の損失と繰り越し控除を使っても債務免除益が課税ないというとカバーできない金額が出てきちゃうということですね。つまりこの部分の金額です。そうするとこれね、課税されちゃう形になっちゃうので、これをは第1項適用、総収入金額不算入という形です。はい、で11ページの下のところを読んでいきます。上記のように不動産所得、事業所得、三輪車所得については損失額や繰り越し控除を考慮してもなお課税されてしまうような部分がねを総入総収入金額に参入させないという課税技術的な規定となっているんですね。で、本文は、まあ、この P、ね、給与、所得者であるため、この任務取り扱い考慮することはないんです、ね、免除されたそのまま損金益不算入だと、収入金額不算入だと言う場合だけで、これを鑑みつつ回答を考えるとね、36条を書くという学校さんいらっしゃいましたけども、それも書けばいいんだけど、一時所得該当性考えする方がいいのかなと私はちょっと考えて、これをちょっと模範解答いたします。で、所得税法44条の2は使わないんだけれども、44条の2っていうものを使う方を考えると、業務上の債務の債務免除なのか非業務上の債務免除なのかって触れておいた方がちょっとね、免除額全額が総収入金額に入るのか入らないのかっていう話になってきますので、やっぱり言っといた方がいいと考えてます。ですので120字回答、30字の4行回答で、まあ、C ランクなんですが、まずね、一時所得34条第1項に該当と称ずべき債務免除を受けたこととなるが、令和3年度において視力を喪失したこと、視力を喪失で債務を弁済することが著しく困難となったため免除をしていることから、その免除額500万円は総収入金額に参入しない、ね、結論で、これで2点あ、ね、青のとで条文に1点というところかな。で、なんとか粘って一時所得って書いてもらってくれたら嬉しいなと思います。で、これ36条で私書き出したらどうするかというと、まあ、36条は原則として収入すべき金額であるんだが、視力を喪失で債務を免除することであるため、別段の定めによって500万円は総収入金額がしないとある。なお、この場合、44条の2の第2項は一時所得だから適用がないとまで言わなきゃいけない。だから3つ言わなきゃいけないんだな。だから36条中で、まあ、原則は収入すべき金額だ。で、44条の第2項で別段の定めがあって、視力を喪失で債務を、視力を喪失で債務が弁済することが困難な場合だったら別段の定めありますよ。で、あの第2項というのが 第1項を使わないという規定があるんだけれども、それは一時所得だから適用されないから1項がいけますよって、ここまで長く書かなきゃいけないんですよね。だからそういう言い回しするんだったら最初に一時所得って言っちゃって、500万そのものが総収入金額に算にしないんだよというところ、はい、だから44条の2を書かないだけれども、そう書かないような言い回しね、ですから書いてある条文だけじゃなくて、書いてない条文が条文の書きぶりを支えているっていうのかな、ちょっと分かりづらい表現かもしれないけど、まあそれはそうすればコンパクトに、まあ、120字ぐらいで収まるのかなというところですが、とはいえこんな偉そうなこと言ってますが、レックではちょっと触れてなかったのでこれ申し訳ないっていうところもありますね。ただちょっと考え方でやっぱり私も作文をするんだったら、まあちょっとね、あの一時所得制はちょっと出してもらった方がいいかなというところですかね、うん、ちょっとこれは私の考え方というところでご理解ください。はい、で問4いきましょう。はい、これはですね、もうちょっとあんまり、文章読みませんけれども、鉄板問題です。課税者の譲渡等の売掛金について構成計画認可の決定により切り捨てがありました。で、金額書いてあるということなので、
はい、認可決定、切り捨てがあったということで、課税ね、第3課税期間の、ね、課税標準の表紙税額からですね、領収することができなくなった550万円にかかるですね、消費税を控除してくださいということで、取扱い3点、条文2点ということですので、割と回答スペースがあるので、詳細に書いていいです。A ランク。はい、令和3で、このね、本文の C 社の売りかけ金については、まあ、本当に、ゴリゴリで埋めました。令和3年7月27日の構成計画認可決定により債権の切り捨てがあったことにより1点、 A 社の令和3課税期間の課税標準額消費税額から領収することができなくなった税込み課税が550万円かかる39万円控除するコテコテで書いて2点、今度はコテコテで書いても124、ちょっとオーバーぐらいだからというところですかね。はい、丸2番でちょっと厚めで書いた方が良さそうな感じかな。これはそんなに1トピックしか書かない話ですからね。はい、よろしいでしょうか。では次、正誤問題いきましょうね。正誤問題は、まあ先ほど申した通り、丸1番がね、ちょっと社会人じゃない、社会人とかマンション持ってない人がちょっとね、連想しづらかったところ。ね、丸2はちゃんと書きましょう。丸3、丸4、丸5は合否が分けるという言い方をさせていただきました。はい、でこの問題の設定ですが、まず A 社、陶器製造販売業、資本金1億円で、 B 社、これが上場会社なんですね、携帯電話事業をやっていて資本金20万円、この上場というのがちょっと問題に関連してきます。はい、で A、B ともに内国法人の株式会社、3月の決算法人で、資本関係は A 社と B 社ではありません。で B 社が C 社 X 国外国に 80% で令和2年4年4月。まあこの設定も関わってきますね。はい、あとは個人事業者 P さんという方がいらっしゃいますという話。あともう一人出てくるんですけどね、さほど、まあ名前だけという感じですかね。はい、でこのね、個人事業者 P さんは青色で課税事業者で、基準期間における課税売額が1100万円でしたというところです。はい、ではこの前提でそれぞれの正誤問題ですね、ちょっと読んでいきますか。 A 社は代表取締役 9、 A 社の代表取締役9、 A 居住者は9が居住するマンションの管理組合系、区分所有権を構成員とする権利能力がない社団の理事長である。 K は令和2年4月1日にマンション管理組合の総会を開催し、区分所有者でない B 社の携帯電話の基地局、アンテナの設置のためにマンションの屋上共用をしで継続的に使用させる旨、決議を、ね、経て、これ継続的に使用させるとかね、気配ってますね、かなり。この区分所有者でないという言い回しもこれ気配ってるんですよ。はい、でこれの使用の対価として、ね、B 社から月額10万円もらってました。はい、で丸1番、マンション屋上の使用の対価として事業者金融ですね、10万円のことです。経営に法人で納める義務は生じないです。はい、でこれは問題の肝は、マンション管理組合は人格のない社団と読めたか、法人税法上の税法人区分のステータスがこの法人ね、人格のない社団とだったかで、問題文にヒントあります。はい、権利能力がない社団ってありますからね。あ、これで連想できた方も多いかなとは思います。だから×ということですね。で、管理組合系は人格のない社団に該当するですね。で、経営は 収益事業を行っているため、これがですね、結論先に言っちゃうと不動産貸付業なんですね。ですから法人税納める義務がある。人格ない社団等は収益事業だけのみですね、課税納税義務ありますよね。ですので、まあここも書きぶりどうしようかな、8と13、あとは4の01かなというところですかね。ちょっとね、それぞれちょっとね内容を出していきますが、まずね、マンション管理組合、ちょっとね、マンション買ってない人、あるいはお父様お母様とかね、の話で聞いたことがない人だけちょっと話します。で、もともとね、マンションでちょっと特殊な形態とってんですね。で、普通建物の所有権、ね、その敷地もあるけど、建物所有権というのは一つのものに対して、ね、所有権一つっていうのは民法の基本的な考え方です。これが一物一権主義と言います。ですから普通にこういろんなね、建物建っていていろんな人住んでたとしても、原則としてはですね、建物1棟についてこのね、所有者っていうのは一人しかいないわけなんですね。はい、
ただごめんなさい、区分所有法ということでして、区分所有権というのをですね作ることができます。でこの、ね、区分所有法によればですね、101号室、102号室、1021号室、202号室の専用部分がありますね。これ個別のところについて区分所有権というのをおのおの4つ所有権を認めるというのが区分所有権という発想なんですね。はい、ただ区分所有権ね、持っててこれでですね、その後何も問題なく生活ができるかといったらそんなことありませんよね。これ建物だったら物理的なものですから、こう建物修繕とかしなきゃいけないわけです。ただこれ ね権利的には抽象的には4つに分かれてます。物理的に壊れちゃったりとか、あるいはこう専用部分はありますけれども共有部分があったりとか、例えば廊下であるとかエレベーターであるとか、ここで言っている屋上だとかっていう話がありますね。ですので、まあ、共有権とありますけど、区分所有でおるならば、マンション管理組合というのがですね、区分所有者で構成されます。これは抽象的には、区分所有者が区分所有権所有したときに、抽象的には成立しています。まあ、具体的に、そのね、総会をね、まあ、開いてどうこうっていうのは、また具体的な取り扱いは別にして、まあ、当然あるというものだと思ってください。はい、大体ですね、マンション買うとですね、東京とかだと、まあ、東京とか、関東だと、まあ、メジャーセブンとかね、言い方するところもありますけど、大きな会社さんだと、まあ、こういうところをですね、取りまとめつつ、ね、そうですね、区分所有者のですね、意思をこう形成しつつ、ね、そこまでやっていくというところですかね。はい、でこれ判例だと、ね、人格がない遮断となるという形なんですね。はい、これですね、まあ、どういう言い方してるかっていうと、まあ区分所有者の全員によって構成される団体であって、区分所有者の方を区分所有を本拠として、マンションの建物やその敷地を共同で管理するために設けられています。でこの性質、その性質は次のような性質がありますよってことなんですね。で団体としての組織性を備えてますと。で組合員によって多数決の原則が行われている。構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続が認められる。で代表の方法、総会の運営、財産の管理がその団体では主要な点で構成する。あとの遮断性はある感じなんだけれども、法的人格はないんですよ。だからマンション管理組合という名前で契約できないし、預金通知はできないんだから、代表者の名前、個人の名前でやるということなんですよね。ですから代表者の定めがある、人格はない遮断という位置づけなんです。でこのような法人はどうなるかというとですね、実は国税庁ホームページに載ってるんですね。これ実はよいしょ、こんな感じで実は失業当事例というのが出てたりしています。はい、でね、要は何言ってるかっていうと、まあここに、まあ、15ページに書いておきました。ね、このね、マンションの中で、まあ、まあ人格のない遮断となるときは、まあ、収益事業から生じた所得のみに課税されますよ。で収益事業にはですね、このね、基地の設置っていうのはですね、まあ不動産貸し付け業になりますよということを言っています。ただね、これ条文見つけるとなると第2条の13号に収益事業とあります。で販売、製造、その他政令で定める事業でとあって、しこれ5条で、ここのやっとここに書いてあるんですね。で施行令には不動産貸し付け事業は収益事業ってあるんですけれども、ここの政令の知識がないと書けないですよねっていうもんだからね、学生さんや生徒さんは字面でこれを結論いけって言ったらちょっと厳しいかなというところになります。ですのでよいしょ、一応×で D ランクにしました。はい、で人格のない遮断等ね、ここに該当する。で収益事業ちょっとここには点数取りませんでした。まあこれで全体で1点かな。まあで4条と同席部で1点という形にしましたね。まず管理組合は人格のない遮断だ。で人格のない遮断は収益事業しか課税しない。で不動産貸し付け業は収益事業だ。だから納税義務があるというところです。ですのでこれ学生さん生徒さんはもうしょうがないです。ただこれ試験で出てると難しいか難しくないかっていう言い方しますが、これはそういう問題ではないです。税分の問題だとよくあるんですけれども、納税者とかね、相談者の人がどういう立ち位置にいるかなって、まあ、よくね、まあ、
これいいや、じゃあ税理士じゃなくて FP として話しましょうかね。 FP だとだいたいお金って一般の人っていうのは3つ大きな人生でお金を使うタイミングがある、三大資金って言ったりするんですね。一つは学資ですね、勉強するも資金ですよね。でもう一つは居住で住宅を買う資金、もう一つは、老後の資金なんですね。で学資の方ですね、これは金額は他の2つの資金と比べてあんまり大きくないんですけれども、タイミングが選べないんですよね。小学校に入るタイミング、中学校に入るタイミング、大学に入るタイミングとかいうところで選べないっていう性質があるっていうところなんですね。で居住用に住宅買うっていうことになったらですね、これは時期は少し選べます、選べるんだけどある程度のサイズ感がある、ね、資金が用意しなきゃいけないってことですね。でもう一つの老後資金っていうのは、まあ、お子さんいなかったら 学資はないだろうし、家をずっと賃貸だったらね、住宅の、ね、資金なんていらないんですけども、それを買わないって選択をしても老後必ず年は取りますので、老後の資金というのはやってくるわけなんですね。必ずどういう方でもあって、ある程度大きな資金、まあ、住宅資金より大きなケースもありますよね。でこういうふうな資金状況、あるいは年齢に応じてですね、実はそれぞれについて税制ってあるんですよ。ですので、あ、こういう今立場の人だこういうものかなとか、こういう資産持ってたらこういう税制があるかなっていうふうな引き出しが増えてくるって、難しいとか難しくないとか、まあ、専門的であるか専門的でないかっていう、まあ、国際課税とかね、組織再編とかね、まあそういうところと、まあ移転価格とか、まあ特にそうだよな、そうですよね。でそういうところだとちょっと専門的ですねってあるんですけども、難しいか難しくないかって発想ではないんですよね。ですので皆さん、ちょっと税、もし税金で何かしようと思ったら、世代が違う人とか職業に違う人とのコミュニケーションはある程度取った方がいいかなと思います。このマンションの話だってもしですね、おじさんと飯を食うのは嫌だっていう人はいいですよ、それで。でだけどこういうのね、そば屋でこう言いながらね、今度マンションの管理組合の理事長理事になっちゃったんだよとかいう話とかね、お父様やお母様がね、そういう話してたりとかね、あると思いますので。ぜひね、まあ、簡単 試験だとね、簡単か簡単かじゃないか、すぐ解けるか解けないかなんだけど、ね、これから受かったらですね、修行となっていくならば、どういう立場の人の話なんだなというふうな問題だと捉えていただければと思います。はい、まあ、D ランクなんで気にしないでねっていう話です。はい、で次行きましょう。これはね、鉄板問題なんだね。でそのさっき言った X 国に所在し C からね配当がありましたって問題で、さらにね丸2番の問題で、これ益金不算には対象となるものって言っているので、まあちゃんとね参入されて罰としといて、このね23条の2が適用がある外国法人からの上金のね配当についてはの配当にかかる源泉税はですね、損益の額に参入しないと書けばいいわけです。でこれはですね、だからここの23条の2のこの前提もね点数くるんじゃないかなと思います。で内容が2、条文が2ですね。あ、ごめんなさい、これですね、採点としてはまずね、正誤が合っていないと採点がされないというちょっと前提で今回やってます。だから丸と書いた人はもともと点数もらう権利があります。で×ともらう方が4点取れるか1点取れるか、まあ0点かもしれませんけど、まあそういう要素を書いてもらいたいという形でやってますね。要件漏らさず書いてくださいというよりは、39条のに丸っと書いたとしたってこれはいい点数きますよというレベルの問題です。よろしいでしょうか。で3番目、はい、でね、この問題がちょっと読み取りが大変でしたねと思います。はい、ね、ただね、この交付スケジュールが回答に影響してくるんですね。ちょっと読んでいきます。ちょっとね、早口になって申し訳ないんですけども読みますね。はい、令和元年6月20日の定時株主総会の決議を経て、役員に対して企業価値の増進や動機づける目的から役員給与100万円のほかに12月10日に賞与として自社株たる特定譲渡制限付き株式を交付することにしました。当該株式は市場価格である株式であって、ここもね実は絡んできます。この、交付に関して事前確定届出給与の届出をの届出期限までにの、所轄税務署への届出ではないと。で R は、役員給与に関する金銭関係の給付と引き換えに、まあ
交付されますよという話で、譲渡宣言は2年間それで譲渡制限が令和3年12月当期に解除されましたということなんです。で、給与所得として課税されているということですね、丸さん。で、何を聞いてるか、丸様。R が特定譲渡制限付き株式が付与されたことによる R の給与所得として課税された金額は、B 社の令和3事業年度の所得の計算、所得の金額の計算上、役員給与として損金の額に算入される。丸か×か。これ×なんですよね。まあ、こう聞かれちゃうとこう書くよねっていうのはあるんですけども、まあ、まず大きな立て付けとして、×と書いた上で2点2点、取り扱い2点、条文2点とするならば、まあ、特定譲渡制限付き株式が該当する、まあ、いわゆる給与なんだよと。ただここですね、分かりづらい表現ですけども、将来の役務提供に係るものとして政令で定めるもの、事前確定届出給与に関する届出の提出を要しないものには該当しない。よって定期同額給与等に以外の給与として損金不算入だ。で、条文としては34条の、まあ、第1項の1かなというところかね、あ、2か、2が入りますかね、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、2号の以下ですね、ちょっとごめんなさい、ちょっと後で皆さんお手元の変えるようにしてます。で、54条はちょっとどうなのかなというところで考えてます。はい、で、ちょっと流れ考え方の流れいきますと、まずですね、これリストリクトストックですから、給与等課税事由が生じた事業年で損金算入するという話大丈夫ですよね、17ページにあります。はい、で、給与等課税事由が生じない場合は損金不算入だっていう、これ大きな立て付けという形になりますね。じゃあリストリクトストックの場合の給与等課税が課税事由というのはいつかというと、譲渡制限解除日だから当期だってことなんですね。じゃあってことなのですが、実はですね、法人税法34条役員給与の規定第1項の、ね、2のですね、2のところで、2号のところですね、ここの中で、事前確定届出供与は不要な場合のスケジューリングが書いてあるんですね。これレックのテキストのですね、株式報酬のところの右ページ側で書いてたものなんですが、大まかに言うと株主総会 やりますよね、定時株主会、ここで職務執行期間開始するわけです、まあ、次の、ね、株主総会までが期間でしょうと。で、その時にこの1ヶ月以内に交付決議してくださいって言うんですね。で、その交付決議から、まあ、1ヶ月以内に株式交付してくださいって、このスケジュールに載っている限りは、事前確定届出供与は不要ですよという言い方を施行令でしています。はい、で、この、ね、支給決議は別に株主総会の日でも、ね、いいんでしょうけど、1ヶ月以外でね、まあ、直ちにやったっていいでしょうということです。で、これ条文じゃあどこに書いてあるのという話、法人税法34条第1項ですね、第2号がありまして、イロハっていうのは要件になってんですね。で、赤字だけが該当するところですかね、これ事前確定届出給与の話なんですが、その役員の職務につき所定の時期に特定譲渡制限付き株式を交付する旨の基づいた支給する給与で、ああそれですね。で、定期同額及び業績連動供与のいずれにも該当しないものですね。まあいいでしょう、事前確定届を言いたいんだからね。で、括弧書きで次の要件をそれぞれ満たすもの に限るというんですね。で、まずね、意とロとハがあって、ハは当てはまらないんですが、ロの場合、株式を交付する場合、この場合ですよね。で、市場の、ね、価格がある場合、まあ、これ該当してるわけなんです。ただ意なんですよね。はい、で、これはそれぞれって言ってるので、ロだけ該当すればいいというものじゃなくて、イとロだったら両方、もう両方当てはまれば両方当てはやらなきゃいけない。で、この時に何て言ってるかっていうと、定期給与解除、もうこれはよく皆さんが引用する条文ですよね。その給与は定期給与に該当しない役員に対する給与、括弧同族会社に該当しない内国、法人が支給する給与で、金銭によるものに限る以外の給与で、まだこの括弧があるんです。株式による給与で将来の役務提供にかかるものとして政令に定めるもの以外のものって言ってるので、ここの話をしてるんですね。で、実際にこう政令で定めるものって書いてあるので、政令の知識がないとこの本法の条文が指摘できないよという構造になってます。だから、まあ、B ランクとはしましたがってことですね。ですから、まあ54条第1項の、まあ、特定譲渡制限付き株式による給与であるが、
まあ、これは34条の、 あの言い回しそのまま持ってきました。将来の役務提供に係るものとして政令定めることではないです。はい、で最低者が分かります。これで、はい、でこれ条文書の言い方そのままで、事前確定届給与がないんだから損益不算入となりますねという話です。で1点で条文ですね。第2号まで、で2号まで書きたいけどですね、3、まあまあ、5までとすると、まあ、ここで2点ということですかね。ただね、これね、ちょっとうんと思うのは、分かってなくても、例えばね、青のとこ書けなくてもしょうがないとして、赤のとこだけ書いてくださいよと、私もは最低限書いてくださいよと私は思います。ただこの青いとこ書かないで×としてこういう答案が出てきた時に、採点者側が減点できるかって言ったら、ちょっとこれ難しいでしょうねというとこなんですね。だからこれ分かってない人も点数くる可能性があるんですね。で、会計士試験の租税法の理論については、分かってる人と分かってない人を振り分けるっていうのよりも難易度を優先してるっていうのかな、難易度が難しくならない方を優先してるっていう方に言ってるというのかな。これだと分かってない人も点数来ちゃう可能性があるかなと思います。だから粘ってくれば、簡単に言えば点数くるかもしれませんってことですね。よろしいでしょうか。はい、あとはですね、4番のところですね。はい、これはですね、ちょっとパッパと言っちゃいますが、火事で滅失したんですね。で、これは何が滅失したかというと、事業用資産です。で、そこがポイントなんですね。ですので、事業用資産の時は、雑損控除じゃなくて、資産損失51条だよっていう話です。防火ベースの金額ということですね。ですので、これも B ランク、ただ A ランクに本当はしたいんですよね。ただね、これね、この間の申し公開申しで 56% しかね、レックの受験生の方取れてなかったので、まあねってとこですかね、うん、だからまあ一応雑損控除と対象とならない被災事業資産だからっていうのはものに書いてありますね。72条書いてあるから、この言及で条文で何になるの、資産損失51条だよって話、51条第1項ですってとこでいいんじゃないかなと思います。はい、では次5番ですね。はい、でこれですね、 P さんが高齢となって事業の継続が体力的に困難となりましたっていうことで、で、使用していたものですね、まあ、廃止したんだけど、この50というのは消費税法上のですね、課税費含まれるかって話ですか、これ正しいって話、よくわかんないけど多分そうじゃないのって思った方はいらっしゃったと思います。で、これですね、これもタックさんさってところに実は書いてあるんですね。ちょっと押しとくだけ押しときましょうか。あ、ごめんなさい、これ飛ばなくなっちゃった、失礼しました。これもね、実は書いてあります。はい、でこの場合ですね、個人事業者が、事業を廃止した場合、事業の廃止に伴って事業者が伴う、該当しなくなったものはですね、廃止した時点で火事のために消費し、または使用したものとして、事業として対価を得て行われる資産の譲渡とみなされるという形、みなし譲渡ということが書いてあります。本文はこれに該当します。この場合、まあ、通常売買される時価で、ね、相当額は課税標準に含まれますよというところなので、その回答が求められていたというところになります。はい、ですので、まあ、これ書いていた形ですけれども、まあ、知識というよりセンスかな。まあ、直接の知識を知ってなかったも背後知識でこういう考え方ならこうでしょうという問題がちょっと多かったかなというふうに考えます。はい、よろしいでしょうかね。はい、あとね、計算ですね。計算はですね、実はまああんまり所得消費は語るところがあまりないかなと思ってます。まあ法人もですね、ちょっとまあ、要点的なところを、ね、さっさと行きたいかなと思います。はい、でですね、まずね、減価償却、これはいいですよね。最初の1問目はですね、はい、まあ、超過があるんだけれども、まあ、定率法の、償却保証額に満たない場合です。まあ、グレートで類代が7割ぐらい正解してますので、ここは合わせてほしいところ。はい、で次がですね、器具備品 B ソフトウェアですけれども、一括償却算判定、経済的な対応年、ね、ソフトウェア定額法みたいな話、まあ、よく出る話、立て付けの話、グレートの類代では7割ぐらい正解してますので、ここも外したくないところですね。
はい、あとはですね、資産除去債務なんですけれども、結論的に言うと、ね、首都価格はですね、900万、乗客費用の上乗せなしのもの、あとはね、利息費用も否認してほしいという話なんですね。で、資産除去債務の、計上はですね、まあ、割引計算とかの見積もりが入ってきます。これがね、債務確定主義の考え方とはね、ちょっと相入れないという形なので、税務上認めないという形で、税務は税務で、その、ルールで取得額とか引っ張ってくるという話になります。で次、はい、外国通貨ですね。まあ、これはですね、期末時換算 121.63 というレートでやってくださいというところ、これもちょっと即答に近い形で出せるかなと思います。はい、であと一方、有価証券の問題はちょっとね、仕分け書いて全体見ておきたいなというものです。で、内容としてはね、みなし配当が出ています。でそれの見合いのものがありますね。で、益金不参入が、ね、100% だから入ってくるですね。で、譲渡損益はですね、あ、ごめんなさい、9000万円、ね、認識しないという形です。で、残余財産の分配はみなし配当自由ですよ。100% 子会社からの残余財産の分配の場合には全額益金不参入になるよ。あとは譲渡損益は計上されない。ここら辺がまとめきれたかというところになります。ただ結果としてはね、譲渡損ですね、これをね、取り消せばいいだけになりますかね。で、画面の方を見ご覧になってください。回答解説に書いてあるものと同じものです。で、これですね、経理はどうやったかっていうと、まあ、1億円の株式、僕はですね、出して、まあ、源泉は仮払いにしてますと。で、キャッシュが入ってきて、整理損を出し、7000万出してますよということです。ただ、税務仕分けは、まあ、3つの段階かなというところですかね。まず、ここで、ね、みなし配当が2000認識しますので、ね、まあ、これ、整理損になってるんですが、7000と合わせた9000が資本金等の額。整理損とはしませんということですね。はい、であとは、このみなし配当が益金不算になってね、相手が社外流出です。で、源泉どうするかって言ったら、認定損立てるんですけど、みなし配当なので、期間分しないので、全部まあ、加算という形になったので、これ、一定行為なので、まあ、あまり考えなくてもよかったというところです。そうすると、全体の形としては、ね、みなし要素プラス、ね、がプラス要素なんだけどね、マイナス要素が益金不参入であって、で、整理損は、ここに2000立ってるので、会計のと合わせると9000ですので、9000。まあ、このみなし配当のところを資本金等の額、まあ、2000として、整理損と資本金7000って考えてもいいかなとは思います。どちらにしても9、ね、このね、この部分ですね、合計していただいたところが修正となる形です。はい、あとはですね、F 社株式、こちらについては区分変更ですね、その他売買目的の場合、みなし譲渡になるということなんですね。はい、で、まあ、下のところにもね、23ページのところに書いてあります。まあ、これがですね、区分変更したらですね、みなし譲渡しますよというところで、減算入って、売買目的有価証券のステータスになったので、期末時価評価が出てくるという話です。で、これもですね、会計仕分けでは、経理はどうしたかというと、区分変更の処理とかしてないですね。ですので、まずね、その他をですね、時価で売って、直ちに売買目的で、時価で取得しているという形なので、有価証券売却損が出る。で、これが売買目的、有価証券期末に持ってますから、時価評価するということで、2250と1500、これ足したものっていうのが申告調整になるという話です。はい、あとは自社株式ですね。これは自己株式で、ただこれですね、益金の算には 50% その他ってステータスだってことですね。はい、みなし配当計上漏れ2000で、これの見合いのも2400入って、益金算に1200あるので、まあ、2400の1200だなということです。ただ絵として書いておくと、はい、まあ、自社株式で有価証券2400となってるんだけれども、これもまあ3つの区分ですね。この仕分けはどうなってるかっていうと、自社株式の、まあ、この2400はまるっとこれ、ね、売却益じゃなくてみなし配当と考えてくださいということですね。あとはこれの 50% 益金不算入で、相手は社外流出で、これで仮払い税金ですね、これ認定損で消すんだけど、これはみなし配当だから期間分いらないので、まるっとだから行ってこいの話だから関係ないかって案件ですね。ですので、まあ、ここがね、差し替わって、ここが入ってくるから、売却益、みなし配当って考慮すればいいわけだから、結局はこれとこれ聞いて、まあ、この部分だけ減算調整すればいいかなというところですね。
はい、あとはですね、棚卸さんはですね、いいでしょうね、前期否認分の加算してますので当期でリバースしてください。180便さん、はい、で27ページ、これもねいいかなと思います。 H 社に対するですね貸付金と貸付金以外で、あ、ごめんなさいね、はい、でこれですね9番6番2でですね価値調整認識してください。でこれはですね、経理是認すればいいので、結局両方とも貸倒れ引当金をですね認用したり、まあ洗い替えのね伴う処理をすればいいだけという形です。はい、あと寄付金もですね、これごめんなさい、ちょっと先進んじゃった、一般社団法人、これがその他の寄付金だよっていうところを押さえていただければ良いでしょう。はい、あとねここなんですね、ここはね考えすぎちゃうと良くなかった問題ね。普通に考えればね、役員退職引当金の部分をリバースすればいい、今まで加算したのをリバースすればいい、4800なんだけど、これね、あの建物引き渡してるの、これの消費税考えちゃうとね、ちょっとね迷路に入っちゃうなっていう感じになります。ですいません、で会社仕分け上どうだったかっていうと、現金2000の現物3000、これとして建物ですね、でこれをですね支給するって言って、一応それはまあ現物については僕はとの差額ですね上等益計上しているよっていう問題です。まあ源泉は未考慮なんですね。でこれですね、まあ考慮しない場合って書いちゃいましたけど、これ引当金でやってるんですよね、5000万ね、200しかね損金入ってないという状態です。ただ税務で書くとね、一応ね、まあ2000の退職金出しました、現金で22条で、時価で売却収入入ってるよって言ったら土地建物3000万ですね。で原価が700だから原価の土地ですね、22条の第3項で1円も入ってますね。でこの未収入金が買いね、返ってこないから3000という発想。そうするとですね、結局ね、あのこの売却益のね、処理というのは、まあ、ちゃんと時価で収入上げて原価が入っているから OK なんですね。で問題となるところというかね、はギャップがあるとかここですね。本当は役員退職金がね2000とね、ごめんなさい、現金の2000と金銭による交付による2000と現物の3000合わせ5000のところ2000しか入ってないから、ここですね、引当金のところに引用すればいいというだけの答えだったんです。よろしいでしょうかね。ただね、この引き渡しの消費税、あれこれって役員に対する贈与じゃねえって考えちゃうと、750に対して 10% 入れたくなっちゃうんです。そうすると、未収入金が3075万円だよねと。そうすると役員退職金3075万円だよねって皆さん考えませんでした？これ考えた人センスあると思いますが、申し訳ないです。でこれね、立てない可能性の検討としてはですね、あの大仏弁済に当たるかっていうこと、役員に対するみなし譲渡に当たるかって2つの論点あるんですけども、これ両方とも適用がないんです、ごめんなさいね。でこれですね、実は税、皆さん会計士になってね、公認会計士、税理士で税理士登録するとですね、タインズって税務のね判例とか、あの情報公開法で国税で中の内部資料見れるんですよ。で国税さんがこのね、役員退職金をゴルフ会員権現物した時の取り扱いの QA みたいのが載ってる話があるから持ってきたって話なんですが、一つ言うと大仏弁済です ね、 やね、これ株主総会の決議でやってる場合は大仏弁済に該当しないという形になってます。これ決議を経てない時は本当は金銭給付すべきものを大仏で払ったんだなって話になって、大仏弁済になる、大仏弁済になっちゃったらね、課税したんだったらね課税取引になるっていうのはね、な流れでしたよね。でこれあとみなし譲渡になるかって、これが贈与か贈与じゃないかって話なんだけど、ごめんなさいちょっとガタガタで、これ役員退職金に対するものとしてですね、あのそれとして仕方が明らかな場合、明らかに、過去の職務に対する後払いという退職金の性質を持っている限りですね、でこれがね、みなし譲渡として課税される場合というのは、要はこの課題役員報酬とかね、認定とするという時のケースに限られますよということを言っています。でしたがって、まあ、総会によるものならば大仏弁済とみなし譲渡に当たらないという取り扱いになっているということですね。ですから申し訳ないです、ちょっとここで考えすぎないようにお願いいたします。はい、あと租税効果もね、いいでしょう。でここですね、で一部ですね、延滞金のところかな、
過少申告差課税がありましたっていうのと実際の仕分けの金額が違ってるという形だったんで、正誤も出なかったんですね。訂正も出なかった。でこの場合は経理学で申告調整してください。まあ損金経理した何々を調整すると思ってください。実務上こういうことはありえます。書き間違えちゃった、誤納付っていうところですね。はい、で誤納付あったら、まあ、戻ってきたか戻ってきてないか、まあ、足りないかということでもう一回やりますよということです。はい、で次ですね、ここら辺ですね、登記中間と登記分とかですね、あとは租税効果部分だったっけな、あとは保持税と調整額、これですね令和3年に出題近い問題ですね。ずっと払いの方は納税受取金でやっちゃって、期中は納税受取金マイナス勘定でも走っちゃうっていうパターンかな。正答率ですねこれ7割ぐらいだと思います。法人税と調整額が9割ぐらいですね。まあこれ公開申請出した時それぐらいの水準でした。でまああと簡単ですよね、T 勘定じゃないな、まあボックス書かなくてもいいけどイメージだけで結構です。で要は未払い法人税の中にあって減算するものと租税効果とか法人税で費用処理したものだから加算するものを探せばいいわけです。1問目は、はい、5月31日の事業税と11月26日の事業税、あとはこれを減算していく、であとは費用に入っている付帯税を加算するということで3058万4000か。で次はこことここですよね。回答は未払い法人税で減算するもの何かなって、あこれだねって、で加算するものの中だったらこれだねという話です。で次最後もですね、損金経営者も加算するものを拾えばいいんだねという話です。はい、で前期分の修正事項のお話ですけれども、まあこれは前期に正しい処理しているという前提なので、当期はそのリバースすればいいというだけです。ですのでまあ税抜きなので、まあ税抜きで見ればいいか、まあ前期にこの処理っていうのは税務上入ってるわけです。だから登記は税務上ないんですね。ですからまあ会計でやってるところを取り消してあげればいい。ごめんなさい。ね、ですからここではですね、費用分やね、税抜き経理やってるっていうんだったら、ここのね、売上と売上原価の話を持ってくるね、数字を持ってくればいいという話。はい、あとはですね、見積概算の分ですね、これ前期で変して登記はですね、債務確定したというところなので、まあよいしょ、ね、本当はこれなんですけどね、グロスで見るんだら220の20ってやり方なんですけど、まあ見積費用は、ね、差額の200という形になりますので、これ減算という形かな。はい、よいしょかね。はい、あと、ね、繰越欠損金、これもねすぐできちゃいますよね。はい、ですから本当はねこれね、まあ9点10点ってあるところのうち5問くらいは即答できちゃうんですよ。だからね、本当点数伸びちゃうとこは人はいくらでも伸びちゃうっていう状況なんですけれども、まあ即答するとか即答できるか、あとはまあ仕分けで書く問題、書かれてる問題というのも税務仕分けパッと出せればね、あ漏れてる漏れてないっていうのは分かるので、いつまでもないかな、これでいいと思うんだけどって悩むよりは税務仕分けがイメージできた方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、だからまあレックね講義取っていただくと、テキストの一番最初のページ開いていただくと、例えば交際費だったらこういう単元だったら会計上はこういう処理をしてて、税務は取りしてて調整をやりますよっていう一番最初に書いたというのは、これはこちらからのメッセージですので、もうこういう問題出たらですね、対応できてほしかったなというところになります。はい、次所得税です。まあ所得税あんまり言うことないんですね。で事業所得言いましょう。で事業所得ですね、業務契約で収入書くんですけども、内容があんまよく分かんなかったんですね。まあ物の引き渡しがあるのかないのか、何を持って完了とするのかと分かんなかったんですけども、まあ、月額の取り決めはあるという形だったらですね、期間計上であげようっていうのがいう形でしょうということで期間分あげています。あとはね B にはしてますけども、限りなく A だと。まあ、集計問題なのでそこら辺が間違いないから、まあ、手数かければゴリゴリやれば合うはず。はい、でちょっと点数取りづらかったのは C かなというところ、まあ、特定役員出たんだけど、まあ、最終段階でですね、特定役員分75万から控除80万円とマイナスになっちゃうんですよね。
八万じゃねえや、五万ですね。すいません、ここには五万と書いてあります。すいません。で、この残枠がですね、一般分からも引けますのでというところ。ただね、この問題でなくてもですね、正答率ですね、グレートの類題で4割ぐらいでしたから、まあさしてここは合否の影響ないかなというところ。だその一方で給与一時雑はグレートの類題でやっぱり7割から8割取ってきますのでちゃんと件数取りましょう。だから全く手をつけないっていうのはこれはリスクだよねっていうところ。はい、あとはですね、扶養雑とか雑種とか生命保険旅行所と言いました。点数取れるんですよね、誰でも。だけどなんか知らないけど皆さんやらぬというところです。だからこれをやってる真面目な人が報われる試験であったんでしょうということですね。ボーナスです。はい、で勝手に落ちていきますから、落ちていきますっていうか、あのやってない方はですね、ご自身の判断でねやってるわけですから、勉強した方は報われるという形で、B と書いたけど A だと思っていただければいいかなとは思います。まあちょっと美術品は生活に通常必要ない資産だというところの論点はありますけどね。うん、あとは生命保険もですね、私と個人生命っていうのは読めなかったんですね。個人年金だとね、年金入れて最初計算してました。すいません。個人生命と書いてあるのは一般の問題です。で、点が取れるはずですので、本当だったらね、ってことですね。はい。で、あとはですね、兵役も、こういう構図の問題が去年から続いてますの、ますよね。ある人の所得計算させていて、まあ、他の人、もう1名出しますよというのが割と定番ですかね。はい、ここはオークションサイトを非課税として、これ生活に必要な動産の譲渡という位置づけです。あとは基礎控除引きなさいと、これ気をつけていただければと思います。まあそのくらいかな。だから所得もやれば点数取れる。淡々とですね、ちょっとね、時間かけずに点数取ってもらいたかったというところです。はい、では次行きましょうか。消費税。これもね、言うことないんですよ。で、課税標準に課する消費税。集計数少ないので、合わせてほしいよってとこです。で、課税売上売買、同じです。言うこと同じ。集計項目が少ないので合わせてよっていうところだね。難しいとこない。非課税資産の輸出もない。非課税ですね。まあ、いつも出ている支払い家賃の貸し方記入されている金額ですね。減額されて、これも非課税拾ってくださいよ。有価証券 5% ですよというところです。はい。で、あと課税貨物はですね、これ出したことないんですけれども、大丈夫だったと思います。課税標準って出されてますからね。税率で書いてください。はい、で次がですね、まあこう集計士課税士でありますけれども別段言うことないんですよね。で特に非課税のみ共通も数少ないので合わせてもらいたい。で税額控除仕入れ変化これも合わせたいというところなので、ちょっと消費税は伸びる人は伸びるね、草刈り場というか点数取れるところっていう形になりますもんね。だからまあ法人と消費やっちゃえばが得意な方っていうのはですね、うん、割と点数取っちゃおうかなっていうところにはなりますよね。まあ理論がどうなったかというところですかね。あとはまあそれでなんか計算で下手打ったとしても所得がので取れるところ取ってれば影響なしというところ、これがちょっと見立てというところになります。でちょっとですね最後なんですけれどもじゃあ私がですね本試験で予想していたところとのですね、ちょっと答え合わせをしてみましょう。ですいません、あんまり当たりませんでした大変申し訳ございませんでしたね。まあとはいえ理論ぐらいしかねあまりお話ししてなかったんですけれどもね、まあそうですね、収益の額っていうのはまあ皆さん読んでましたからね、まあ出てましたねって、まあ他校さんの洗い出し講座でも取り上げてましたのでね、まあ、みなし配当を貼ったんですけれどもね、話題性というところでね、ただ計算で2台出たっていうところの方に行っちゃったかなというところ、資産損失は出たのかな、あとは補欠で出してた理論ですね、消費税のみなし上と出たかなというところですね。あとは、まあ、40箇所で60点っていう形式があったとは、典型論ってこれは別に貼ってるっては言えないですけどね、まあね、給与と対得点役に出るかな、上等は出なかった、所得控除出るよねっていうよ、消費税はここまでちょっと
分かりやすい問題出すとは思わなかったですというところですね。でどうしてもですね、グレードアップ討論、ああいう討論でですね、簡単なのを出して本試験が難しいというよりは討論が難しくて本番が簡単っていう方が対処しやすいと、ね、トレーニングとしても負荷をかけた方がいいでしょうという趣旨だったんですが、ちょっとまあもうちょっと簡単にしてもよかったかなというところが若干ありました。すいませんでした。ただね、あの討論に耐えた皆様ならば、ね、きっとですね、今回の試験ならばですね、対応できたと思います。はい。ではね、最後にですね、レックのですね、会計士講座の受講、誠にありがとうございました。はい。で皆さんですね、一応まあ点数とかですね、ちょっと見ていただいて、次のステップに進む方、ね、いらっしゃると思いますので、はい、本当にお疲れ様でした。またですね、まあ、ご相談とかありましたらですね、レック会計士課にですね、ご相談いただければですね、まあ、今回のですね、復元答案とかですね、あるいは租税法の勉強の仕方とかもですね、ご相談にね、乗りますので、ちょっとホームページご参照いただきですね、ご連絡いただければと思います。はい、ではですね、ちょっと長くなり申し訳ございませんでした。はい、では以上で、令和4年度、公認会計士試験論文租税法、解説講義終了いたします。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。